一緒に作りましょう。残業代ゼロ法案やめろ。
たいと思います。皆さんお疲れ様でした。まあ、ツイッターのハッシュタグ等々でも、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますし、今日こうやって来ていただいている皆さんもおそらくは、他の場所でも新橋とかでもやってらっしゃるし、東京でも西部の方でも立ってらっしゃる方たちいるし、横浜もそうだし、関西もそうです。少しでも、この行動プロフェッショナル制度のヤバそう、どうか皆さんご自身でもバン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 、拡散していってほしいと思います。そして、来週の日程、国会の参議院の方の日程の方がまだちょっと不透明なところもあったりしていて、ちょっとエキタスでも来週どこで組むかというところがまだ今の時点では決まっていません。エキタスのアカウントの方から何らかの、アクション、の、発表をいたしますので、まあ、チェックお願いします。それと、今日、スピーチしていただいた、トールさんの、たちが、15日にやるデモもありますので、そちらの方も、どうぞよろしくお願いします。はい、今日も、たくさんの方にプラカード横断幕持っていただいております。本当にありがとうございます。そして今日も、本当に力ずるドラムもありがとうございました。ドラムの皆さんありがとうございます。はい、で今日もあの各紙で配ってくださってるんですけど、働き方改革の秘密、700枚ほどありますので、前の方でお配りしますので、いらっしゃってください。今日、スピーチいただいた方本当にありがとうございました。本当に、怒りと悲しみが、はい、本当に新たにしています。皆さん頑張りましょう。ですいませんが、前田のことですいませんが、余裕のある方カンパをお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、プラカードの方前の方で回収しておりますので、お手数ですがすいませんが前の方にお願いします。